うす、皆さんこんにちは、一族です。今回紹介するブルーレイ &DVD はこちら。転生したら最後の時点のブルーレイ第4巻、これが最終巻になりますね。を紹介していきたいと思います。今回の、内容の方を見ていきます。まずは。内容物は、内容物、オーディオコメンタリーと特典のものですね。これが外見になってます。でこちらが DVD のブローの中ですね。これが最終巻なんです。オーディオコメンタリーとビルドロニック、最終巻のビルドロニックなんです。こちらが本編の紹介本なんです。一応ビルドラのメインネット、ビルドラの兄貴の子供です。これが、シズさんの教え子ですね。でこちらが現在の教え子になっています。全員、召喚されて、あと数年しか生きられない人生。魔力が膨大すぎるので、あと数年しか生きられません。これは、見る人が見ればわかるんですけどね。そういう子はネタバレになっちゃうかもしれませんけど。で、こちらは、カリウム。この二人は、漫画の方で出てきてますけど、アニメの方で、全く出てこないかな。出てきてはいますが、はしょりですね。で、これがラミリス。これね、召喚された子供たちは好きだから出てきたもんですね。で、これは、外伝の方にちょっと出てくるんですね。この人たちも、ね、黒は、私たちにきっとリレムの関係ある人、この人が出るのは次のワンスじゃないかな。でこれが暴風のハリブリです、ね、で風で見る CO 入球服かとましい。これが黒とシルさんの出てきたらしい。シズさんの惜しい子ですね。ミヤコですね。ビルドの公園か。でこっちが、セリールスミカ。迷宮区の場所。でこれが外伝の方ですね。こっちは、まだリムルと会う前の
小説ね、小説が小説ですね。最後までご視聴ありがとうございました。Twitter、Instagram、Facebook のメジャーアカウント名でやってるんですけども、ぜひチェックしてみていかがでしょうか。チャンネル登録はこちら。関連動画はこちらに貼ってあると思いますので、ぜひチェックしてみていかがでしょうか。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。この動画が良かったと思ったら、グッドボタン、高評価お願いします。ではまた。